えー、原因は、うん、雨の日に結婚したんじゃない <laughs> 原因は雨の日に結婚して車を運転したからじゃない今がもう総括すれば <laughs> そこも今プラスでプラスアルファしたいってことかだねここにね頼むから自分の体を管理してくれよ、うん、おいしいものたくさん食べたやろ、うん、木曜日 <laughs> 足りなかったんだよお前カレーとパフェとすき焼き、うん、しゃぶしゃぶ食っただろうん 美味しいもんたくさん食べても、引いたんだって、うん。え、でもほら、木曜日じゃん、食べたのは。木曜日だよ。うん、だこれ日曜日も食べとけばよかった <laughs> 日曜日何食べたの日曜日はね、確かね、普通の家の料理。<laughs> あ、もうそれ美味しくないっっ。いや、美味しいんだ。しい。いや、もう。<laughs> お前ん <laughs> 違う違う違う。お奥さんすらも <laughs> 栄養のある、外食の、カロリーオーバーのものを食べる方がね、力がつくんじゃないかとね。 まあ、風邪ひくなよ。え、風邪ひくなよ、本当とに。ずっと辛いね。熱って辛いな、やっぱりな。つーかはさ、今年広いぜ、お前。まだ4ヶ月しかなってないんだよ。そうだよ。1月、痛風。ああ、もう、でもそっか、1月か。僕的には、ピップに入った直後、カツラに勝ててないってのも一つ不運だと思うんだよね。これは実力だろ。いや、 実力的には上回ってるはずなんだよ。ピップに行った直後だから練習してるしね。でも、それでも勝てなかったりしたのが、<laughs> まあ、一つ不運かなと。うん。じゃ二つのマンション問題でも、四たまもえてただろ。そうね。だろ親族とか燃えてただろうん、大変な時。それが3月で、うん、で、5月で風邪ひいてゴールデンクパーよ。まあ、そうな。だろこう、なんかあるぞ、今年。 天中殺だぞ <laughs> <laughs> やっぱ風水じゃないお母さんの言う。え、通<り>信じたくないな、それ。信じたくないっていうか、もうだって1ヶ月に1回大いもない起きてんじゃん。<laughs> <laughs> っていうことは、今月、うん、?5 月も1回なったから、もう5月はないんじゃない ?5、6は。まあまあまあ、奇数月、奇数、うん、月に来る気がするな。次7月だな、危ないな。<laughs> 何4月まで何たるむのかい <laughs> その言い方は。<laughs> たるんでもいいのかなっっててだ自己管理できないとマジでダメだよ1週間風邪で休んでたら何も進められないってあと自分でもさやっぱ辛いじゃん風邪ひいてるとさそうよ寝っぱなしだからな寝っぱなしだったんでしょつまんないじゃん寝っぱなしって風邪で早く熱下げないとってますねそれまたプレッシャーになって結局堂々巡りで悪くなる一方だろだからもう やっぱ自己管理を引かないことに越したことない。うん、僕を見ろよ数年風邪引いてないんだぜ素晴らしいよなだろうん、なんかさ、どこだっけ僕最後に風邪引いたのえっ、ー、と、大晦日に熱出して、それイマジナリーコロナだっていうのがラストじゃない、うん、な、僕そうだよ肩がうんぬんの時か。肩がうんぬんも湿布で解決したし。あ、あれは風邪じゃないか関係ないか。 僕の風邪のひかなさ、病気のならなさ、をある意味。ま、確かに引きこもってるだけかもしんね。うん。ま、でもそれも。引きこもって一日ゲームして、触る奴は麦しかいないから、物理的に引かないかもしんねうん。でも、やっぱ一つね、あ、横断か。あ、まあ、黄色人間はでも、あだ配信する上では、関係ない。問題ないですから。そうだよ、そうだよ。そうだろ。うん。体黄色になっても別に配信できるわけよ。わかんないからね。 38度の熱出して病院行って測ったら36とかあったのよあれって壊れてんじゃんそう診断書のカルテに38度5分で死にそうですって書いてあるとじゃあ測ってくださいって測ったら36でこいつ何よってう目で見られたのよ病院行ったら病院行ったら下がる人もいるからな世の中そうなのいや僕かそれ緊張しちゃったりとかして下がる人はいるらしいよ家帰ったら僕の体温計壊れてたのよああもうそれはねだめだわ <laughs> 買い直さないと <laughs> 体温計はでで僕を見習ってほしいね一つねやっぱね配信やったりねそういうネット活動をする上では、うん、やっぱ自分の体調管理っていうの、うん、メンタル管理体調管理っていうのは一番重要だと思うんだよね、うん、長尾さんはねそのなりで体が弱いのは結構致命的だぜ、うんうん、そのなりっていうのはどうやっていいですかね <laughs> か元気そうじゃん <laughs> 僕よりよっぽど元気そうじゃんそうなんだけどな見た目はないや結局食生活なんかないや僕よりよっぽど食生活いいもんは食ってると思うよ栄養面問題ないと思うよ取りすぎてるぐらいだよな僕んちよりも綺麗だろお腹を感じるのがよっぽど確100倍綺麗だよね僕んちのトイレ見たら草生えてるぞ今床下から草生えてきてよ偉いよな掃除ジャングルになるよなる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  いや、ちょっと酸素濃度高まったもん。それ、こう、なのそれ。ちょっと空気良くなったなって、トイの。そっちキノコ生えてくるぞ。キノコはずっと生えてんのよ。白いやつ、食べられないやつ生えてんのよ。よく見る白いやつが。怖え。秋に生えてんの。したくねキノコは刈り取ってんだけど、草を放置してるんだよな。う今度見てやってや。そうよ、危ないからね。栄養取りすが良くないっていうコメントもあるぜ。え、そうなの君みんなこれ心配してるよ、君のこと。を なんでその、普通さ、逆だってやっぱ、うん、僕みたく不摂生、うん、独身、うん、衛生環境最悪。はい、で、まあ、なんか、生活リズムもよくわからんみたいなやつの方がよっぽど不安定なのにうん、うん。心配すると思うよね。中岡、奥さんいる、うん、家持ってる、うん、で綺麗栄養面問題ない、うん、休みも取ってる、うん、何がどう風邪がひく原因がなる まあ、あ外出することが多いのは一個要因がな。そんな休みの日外出してんの必ず、外出するうちは。絶対じゃあ、あれか日月外出てんだ。そうね。そこでもらってきやすいのが日月出なかったことないぐらいだから、<laughs> 基本ずっと出てるからね、それはね、ちょっと周りからもらってくる率は高い。僕の食生活真似してみろっていうのはあるな。いや、絶対無理。違う意味で病院行くよ、俺。ストレスで。<laughs> 食への。 なん <laughs> で一日通してこんな野菜しか食わなきゃいけないの違う違野菜と甘いかさん太郎。それよ。5枚。意味わかんないんだって。と、たまに鶏肉炒めて、ラーメンのスープに溶かしてみたいな。<laughs> そんなおやつみたいな食事嫌だよ、俺。そうか。でも風邪ひいてないからな、それで。うん、もう、そうね。ねいや、でもね、<邪>それは関係ないと思う。本当<う>風邪には。外出てないからか。そう。だって外出ないと、 金をもらってくる要因がないわけだもん。じゃあ、外出るなよ、日月。<laughs> って、何のためにえ休みもらうのよ。<laughs> インドは、あの、ストレス発散のための外で外食、ストレス溜まってないだろうう、うストレスだどこストレスなのよ、お前の生活は。<laughs> 逆に聞かせてくれよ。<laughs> ノーストレスだろ。うね、マンション問題か<う>解決したんかそれ,それもある。いや、えー、っとね、解決はした。大丈夫。 解決だした。うん、解決してる。今、順当に進んでてるから。個人パまりとしたの立てることだったもん。そうな。あ、まあ、言ってたやつが。<ー> <laughs> 俺、今のもストレスだからね、これね。何,何,何,何、何 <laughs>、何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 、どこいやいやいえー、いろいろ聞かれて、なんかこう、ちょっとね、思い出しちゃって。ねえ、嘘、繊細な。<laughs> かだ繊細すぎてな。え、今の枠っこれ、今ほらこれ、流れてるさ、辛辣なコメントやってる、てるついる、どこが辛辣なんだよたまに、たまにいるんだよ。<う>これもね、草るつ。生えてるだろう <laughs> う、ね。何がどう辛辣なのかは。俺にはね、たまにいるんだよ、そういうやつがね、見えてくる。いや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 。今までどうやって生きてたの今まで何も考えないで生きてたのじゃあ、これからも何も考えないで生きてたのいい <laughs> <laughs> 下手に考えない方がいいよ。そん、ね、な考え、休めに似たりだぞ。うん。 ゆっくり、ゆっくりね。いつも通りの俺で行くから。うん、<laughs> そうだ、だ大丈夫だ,だから健康してくださいよ。ああ <laughs> そうだ。<laughs> <laughs> 困ったわ。<laughs> もうゴールデンウィーク終わっちゃうで。<laughs> <laughs>